はい、どうも、竹の子塾の大久保です。今回はですね、中学校3年生数学の二次方程式、解の公式を使ってね、解く二次方程式をやっていきたいと思います。で、まあ、ちょっとね、まあ、ここにあの例題あるんですけど、例えばね、こういうやつですね、二次方程式でも、まあ、こう x2 乗プラす 9x プラす14イコール0ね、こういう形っていうのは、この左辺の方が、因数分解ね、足して9になって、かけて14になるような、数、ね、それを使って、こういうふうに、まあ、因数分解できますよ、とね。で、そうすれば、ね、この括弧の中か、この括弧の中が、まあ、0になるような x なんでね、x の答えが、まあ、この問題で言うと、x イコールマイナス7とマイナス2ですよ、ってね、こういうふうに出せる、とね。でもこの問題ね、この x2 乗プラス 7x マイナス3イコール0って、これ今ここでね、書いた問題みたいに、因数分解することができますね。で、こういうふうに、まあ、因数分解にすることができない二次方程式ね、どうやって解くかっていう時に使うのが、まあ、このね、この下に書いてある、この解の公式と呼ばれるものになりますね。で、まあ、解の公式は、まあね、ちょっと簡単に見ると、まあ、これ x の2、二乗ね、x のこのね、二乗の係数が x の係数が b ね。で、数の部分が c。で、この ax 二乗プラス bx プラス c イコール0。まあ、こういうふうなね、二次方程式があったときにね、この x イコール、ね、2a。この a はこの x の二乗の係数の a。2a 分のマイナス b。で、これまあ、b は x の係数の b にマイナスつけてですね。で、プラスマイナス。で、混合の中で、ルート b の二乗。ここのね、b の二乗をマイナス4かけ、ここの A かける C ですね。これに当てはめて、この ABC の値を、この ABC のそれぞれのところに当てはめてあげると、ね、この公式に当てはめるだけで、このね、解、X のね、解が求めることができますよ、と、ね、いうやつになります。なんで、因数分解できるやつはね、因数分解して、答えを出す。で、因数分解できない場合は、このね、解の公式を使って、問題を解く。ね、そういうふうなね、使い分けをしていってください。で、まあ、この場合ね、x2 乗プラス 7x マイナス3イコール0の場合、ね、これちょっと解の公式で解きたいとしたら、ちょっとね、これ見ていくと、まず a はね、x2 乗の係数なんで、a は1ね。で、次、x の係数の b が7ね。そして c が、この問題で言うと、ここだ。になるので、マイナス3とね。なんで、この解の公式に a イコール1、b イコール7、c イコールマイナス3を、当てはめてね、解けば、まあ、このね、例の問題の、解ですね、x の値が出てくるよということで、まあ、ちょっとこれね、当てはめてみましょうかね。2a、2かける、まあ、a が1なんで、2a 分のマイナス b なんで7入れて、マイナス7プラスマイナスルート、b の2乗が7の2乗なんで、49ですね。b の2乗マイナス4。a が1。で、c がマイナス3とね。で、これどうなるかっていうと、2分のマイナス7プラスマイナスルート。ここ49ですよね。49引くの、4かけ1かけマイナス3なんで、マイナス10にね。それにここにマイナスがあるので、プラスになって、プラス12なんで、61かな。なんで、2分のマイナス7プラスマイナスルート61とね、こういうふうに答えを出すことができるよとね。はい、こういうふうな感じでね、解の公式に当てはめればね、因数分解がね、ちょっとね、できないやつでも答えを出すことができるとね、いう形ですね。じゃあ実際にね、ちょっとまあここに3問ね、解の公式をまあちょっと使うパターンの二次方程式に用意しているので、見ていきたいと思います。まあ1番、2x2 乗マイナス 5x マイナス1ですね。まあ、これもまあ、まあこのね、因数分解ちょっとね、なかなかちょっと難しいと思うので、このね、解の公式ね、こちらを使ってやっていきますよとね。で、すると、ですね、まあ x イコール、まあ、2a なんで、まあ、a が2なんでね、2かける2とね、2a 分のマイナス b。マイナス b がマイナス5だから、マイナスでさらにマイナス5だから、マイナスとマイナスだとプラスになりますね、5と。で、プラスマイナス、b2 乗だから、まあ、マイナス5を2乗するので、プラス25ですね。マイナス4。で、a が2ね、4。a。
C がマイナス1と、ね、いう形ですね。 C とこうやって C が、ね、こうやマイナス1なので、こうマイナス1入れるよとね。でそしたら、まあ、これっていうのが2人が C とね。で、5プラスマイナスで、25を引くこれ 4×2×-1 なんで、マイナス8。で、ここにもマイナスがあるので、まあ、プラスになって、25プラスの8になりますよ、ね。ということなんで、答えが4分の5プラスマイナスルート33と、ね、いうふうになるよ、と。で、次ちょっと2番ですね。x の2乗プラス 6x マイナスの1。ね、まあ、これもね、ちょっと解の公式を使ってやってみますね。で、x イコール、まあ、今度 a がね、1なんで 2×1 で、まあ、もうこう 2×1 でも2ですね。で、b が6なんで、マイナス6、プラスマイナス、b の2乗が6の2乗で36、マイナス4、a が1、で、C がマイナス1というふうになるので、ここに書くと、2分のマイナス6プラスマイナス、結局 4×1×-1 だから、マイナス4で、さらにマイナスがあるから、マイナスとマイナスでプラスで、36プラス4ということなんで、ルート40ですね。で、ルート40っていうのは、ルートの中簡単にすると、ルート40っていうのは、ルートの中簡単にすると、2、ルート10になりますよ、ね。で、ここでちょっとね、注目してほしいんですけど、6とね、ここ2がね、来てて、で、分母に2があるので、これ約分できますね。約分できるんですけど、気をつけないといけないのは、まあ、これ約分しようとした場合に、これって本当は、ね、マイナス2分の6プラスマイナス2分の2ルート10、ね、こういうふうな形になってますね。だからこのマイナス6の分母が2、ね、プラスマイナス2ルート10の分母の2っていうふうに、同じ分母がね、2なので、こういうふうにね、一緒にね、分子しているんですけど、本当は、マイナス2分の6プラスマイナス2分の2ルート10ということなので、一緒にね、約分しないといけないよ、こういうふうに、1、3、1、1、ね、こういうふうな形になりますよ。だから、2とマイナス6だけとかね、2と、このプラスマイナス2ルート10の2だけと約分しちゃダメですよ。マイナス6の、分母でもあるし、2ルート10の分母でもあるんでね、この2でマイナス6と2ルート10の両方約分しますよということなので、答えが、ちょっと書くと、あ、そうか、だからもう結局すいません、分母の2が約分されるので、マイナス3プラスマイナスルート10、ね。まあ、これが答えになりますよ、という形ですね。もう分母がね、1になってしまうので、マイナス3プラスマイナスルート10になるよ、とね。まあ、これね、よくやってしまう間違いなんで、どっちか一方とだけね、約分しないように気をつけておいてください。で、最後ですね、2x2 乗マイナス 3x マイナス2イコール0、ね。これもま、この、解の公式ね、これに当てはめて、ちょっとやっていきたいと思います。x イコール、まあ、ここもね、2a で2で、a が2なんで、もう 2×2 で、もうちょっとね、4って書いておきますね。で、b がマイナス3で、それにさらにね、こうね、マイナスがつくので、マイナスとマイナスでプラスね、3と。で、プラスマイナスルート。で、b の2乗なんで、マイナス3を2乗する。マイナス3×マイナス3で、プラス9ですね。9、マイナス4、a は2ですね。で、C がマイナス2と、こういうふうになって、で、じゃあちょっとこれ計算すると、4分の、3、プラスマイナス、ルート、ね。まあ、これ、4×2×-2 なんで、マイナス16、ね。それでさらにここにマイナスがあるので、9、
結局プラス16になるので、このルートの中がね、ルートの中が9プラス16になるので、25とね、3プラスマイナスルート25とね、ルート25っていうことは、このルートの中簡単にして、ルート25は5にできますよとね。で、5にしたらこれね、4分の3プラスマイナス5ってね、これで答えじゃダメですよ。なんでかというと、さっきはね、このね、ルート33とかルート10っていうのは、このね、数と足すことができないので、これで答えでいいんですけど、5って出たら、これ、3足す5と3引く5っていうのがね、それぞれできるので、ね、そこまでちゃんと計算して答えを出さないといけませんよ、と、ね。ちょっとね、ここに、ちょっとやり方やっていくと、結局、4分の3、プラス5の場合と4分の3マイナス5の場合のね、2パターンがありますよってね。で、見ていくと、4分の3プラス5とね、と、4分の3マイナス5とね、このまま2パターンがありますよってね。で、4分の3プラス5だったらこれ、3足す5で4分の8とね。で、これ4で約分できるので、まあ2とね。プラス5だったらね、これ2になりますよ。ね、4分の3マイナス5だったら、4分の3引く5なんで、マイナス2とね。で、これ約分できるので、マイナス2分の1とね、いうふうな形になるので、まあ、答えは、ね、ここがプラスだったら、x イコール2とね、でマイナスだったらマイナス2分の1と、まあ、これが答えになりますよ、ね。まあ、ちょっとねこのあの答えの書き方があれだったんですけど、これも x イコール、ね、まあ、これもちょっと x イコールです、ね、というふうな形になりますね。まあ、なので希望はね、これに、ね、この2乗、x の2乗と、x と、数字のところですね。のそれぞれね、数を当てはめると、答えをね、出すことができるのが解の公式。で、その中で注意が必要なのは、ね、こういうふうにね、分母の数と、ね、この、こっちとこっちのね、項のそれぞれが約分できる場合は、ね、両方一緒に約分するよ。どっちか一方とだけ約分しないように気をつけようとね。で、あとこのルートの、このプラスマイナスの後の部分がね、こういうふうに、ルートじゃない、混合じゃない数が出たときはね、ちゃんとこの、その前の数と、足した場合とね、引いた場合、プラスの場合とマイナスの場合の計算をして、ね、ちゃんと数でこういうふうに答えましょうというところになりますね。で、ちょっとね、今回これで終わりたいと思います。どうも、ありがとうございました。